バック。いった。カット。よし。動画をご視聴中の皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日は千葉県君津市にございます、パラドックス様にお邪魔させていただいております。パラドックスは見ての通りの森林フィールドで、正方形に近い形をしており、フィールド西側と東側の中心ぐらいが非常に高い高低差、というかここだけに近いような分割がされてるフィールドだな。この日は非常に大きなイベントデーの前日で、10人くらいしか人が集まらなかったんですよね。と言っても、全体的にバリケードが少なく、ブッシュや木々、ジャングルで身を隠すようなフィールドなので、最高でも40人くらいが限度でしょうか。限度というより、楽しく遊べる人数がそれくらいなのかな。あんまり大人数だとわちゃわちゃしちゃうかもね。そしてウフ主が今回持ってきたのは、スナイパーライフ。ボルトアクションの L96、ボールディングストックのショートバレルカスタムだ。かなり短くしてあって取り回し最高だぞ。ただし当たるとは言っていない。当たるわ。てか当てるわ。砂まともに使ってるところとか見たことないんですが。今回の俺はガチモード。ギリーポン超改造し、ハーフギリー状態の俺に資格はない。なおアマゾンで2000円だった模様。やめろバラすな。そしてここからしばらく見せ場もないので倍速です。フィールドも見せたいからカットじゃなくて倍速なんだね。でもあんまり早いと酔いやすいよね。なので中心に目印になるフレンズを呼んでおきました。おい流行りに乗っかるのやめえや。ちゃんと1話見たし、今回はにわかじゃねえし。なおにわからは有料なので見てない模様。やめろバラすな。さっき聞いた。仮ごっこだね。楽しい。すごい、一人ぼっちで戦い続ける寂しいフレンズなんだね。やめろやめろ。倍速溶けてますよ。何やら銃声が聞こえたんだ。でそこ海外に近かったな。ヒットコールありがとうございました。これこれヒット取ったぞスナイパーで。狙撃じゃないから脳幹です。そういやオープニングでもありましたけど、ここのフィールドのフラッグって特殊ですよね。ちょうどこのフラッグを使った新しいサバゲーイベントがこの翌日にあったみたいだな。その名もデルタフラッグ戦。このフラッグ、まず特殊な ID タグをフラッグ中心につける。するとフラッグがニュートラル状態になり、その状態からフラッグについているボタン2つを同時に5秒間押すことにより、フラッグ制圧になるんだ。この特殊なフラッグに加え、3チームに分かれた勢力でフラッグを取り合い、ポイントをデータ化、戦績表をグラフ化してはいくと、よりゲームのドミネーションに近づけたゲーム。それがデルタフラッグ戦だ。説明お疲れ様です。非常に複雑なゲームですね。でもそれよりも、今外したな。予想以上にコリオリ力が働いているようだな、ウプ主。無風です。ガッツン締めめぐっといてよく言うわ。この後しばらく敵参加を出さなくなりました。まあ引いたんだろうな。全体的に人数も少ないですからね。それが賢明ですよね。さて倍速倍速。そういやウプ主、ガンカメラ変えたんですか。あいや、これはあれだ、スナイパー系装備用に買ったビデオカメラだ。いつもの CX3 とかならいつものガンカメラでいいんだけどさ、砂だとどうしても離れた相手を狙うって都合上、応援機能のあるカメラが欲しかったんだよ。最近収録機械すぎですよね。おかげでボーナスがマッハでなくなったわ。でもそのおかげで、遠くの敵もしっかりくっきり映るようになったぞ。当たらないから意味なくないですか。バカ野郎、今後当てる予定なんだよ。話を少し戻して、オープニングの件なんですけど、あれなんでフラッグならなかったんですか。さっきも言った通り、このフラッグはボタンを2つ同時に長押ししないといけないんだよ。多分ボタンの押しが、どちらか1個弱かったんだろうな。切迫した状況でどれだけ正確に動作ができるかも、このルールの面白いポイントなんだぜ。そしてまんまとならないフラッグに焦り、声を出し、付近の敵に気づかれたと。みんなも裏取りするときは気をつけような。そして正面に敵1。壁当てかな。あれ小学校くらいの時にやはりましたよね。ボールで的当てするの。やったやった。あれでドッジボールの精度を高めるんだよね。いやー同心に帰りますね。それでウプ主。どうするんですか、この状況。なんてことはない。この距離、おそらく相手は電動ガン。ならばやることは一つ。ハンドガンで突撃だー。うわー、身も蓋もないことやってるこの人。おいおい勘弁してくれ。スナイパーが接近されたらハンドガンに切り替えて至近距離戦なんて、至極当然のことじゃないか。普通のスナイパーはハンドガン連射しながら突撃はしません。あの距離で外す方が悪いです。こんな戦隊がいるなんて、相手にとっても申し訳ないですね。ヒットコールありがとうございます。もともと、というか本職アタッカーだしな。どんな銃使ってても、最終的にはやり慣れた戦法になるさ。この後は特に何事もなく、敵殲滅でゲーム終了だったのでここでおしまいです。あ、ピーそこだ、すぐそこだもう。
さて次のゲームはショートフラッグ戦になります。至近距離の打ち合いになるのでセミオート限定戦ですね。さてしばらく静かに前進してるだけなので米返しですね。うぽつうぽつぽつありぽぽぽぽぽぽ矢印八尺様はお帰りください。うぽつの代わりにぽでもありがたいって言ったから早速は来ましたね。わからない方は八尺様階段で検索しましょう。八尺様エロで検索しちゃダメだぞ絶対だぞ。前に行った時とだいぶ内装変わってるな。あ、桜木町は3タップ制ないんですね。前回の遊び場桜木町店についてのコメントですね。バリケの位置を容易に変えられるのはメリットなんだろうね。3タップ制ってのは聞かなかったけど、要するに連射は3発までってルールなんだろうね。ゲームでチート使ってるのと変わらんからな。インドア開幕ダッシュは走った人いたらゲーム仕切り直しするところもあるしな。前回のインドアで走ってた人がいたってはなしについてですね。この件に関してのコメントはかなり多かったからちょっと厳選して反応させてもらうんだけど、一応俺の視点として走っていた人がいたのが問題なのではなく、それを止めきれなかったフィールドが問題だって話だったんだよね。あれいやまあ走ってる人も問題なんだけど、要するに前回の話題は個人を抽象したものではないということだけ分かってほしかったんですね。そういうことなことやっててもきりないからね。未経験です。この動画の視聴者に果たしてサバゲー初心者の視聴者はいるのかと聞いた時のコメントですね。ご視聴ありがとうございます。未経験ならとりあえずサバゲー行きましょう。なんなら俺重火すから。やめた方がいいです。うつ主と行くととつばかになります。そんなことないよ。撃たれる快感を覚えるだけだよ。ただのド M じゃねえか。さて動画に戻りましょう。なんか視界の端で動くものがあったような。ってそこいるやんけ。ヒットコールありがとうございました。気がついてよかった。あの人このフィールドの店長さんや。本当に、こっちが気がつくのがあと数秒遅れてたら撃たれてたでしょうね。ちなみにこの店長さん、サバゲーフィールドシールズの店長さんともご縁が深いらしく、さっき言っていたデルタフラッグ戦がシールズとの共同開発だそうです。あっちではオペレーションシールズという名でゲーム化されるようなので、パラドックスが遠いよ、という方はシールズでも楽しめるぞ。大麻やねえや。この動画自体サバゲーの大麻だから。それにしても、あそこまで接近して気づかれないってのは、やっぱり安物とハイエハーフギリーってすごいんですね。そうだね。実感したわ。ただ気をつけないといけないのは、マーカーが隠れすぎちゃダメだね。相手も味方も混乱するし、それこそマーカーがわからないのはちょっとずるいからね。この日はどうしたいです。グローブにテープ、腕と肩にマーカー、ギリ部分にもテープ貼ったよ。さすがにこんだけ貼れば見えないからずるいとは言われないだろうと。それギリの意味あるんです。頭のシルエットが隠れるだけでガチだと思う。そして気がついていない敵をうまうま。ヒットコールありがとうございました。ぶっちゃけサバゲーで肩から下が出るときって移動してるときぐらいでしょ。頭と肩だけでも隠れてれば見えないもんなんだよ。この日のゲームでもメーター距離で気づかれない場面もありましたしね。まあ尺の都合上カットしましたが、編集してから思う、なんであの回使わなかったです。もうここまで編集して作り直す気になれない。まあもし要望があれば万歳的な動画で作るかも。本当に時間があれば、あと要望があれば。非常に怪しいですね。さて、フラッグアタックは味方に任せ、ウプ主は周囲警戒ですか。そうだね。この日もう2回フラッグ取ってるからあとは譲らないとね。でも自分が取れそうなら、動画のために全力で奪う。本当容赦ねえなあんた。情け容赦派的への侮辱だと思っとります。ちなみにこの辺の変な動きは、味方にマーカー見せてるんですね。ここらはもう敵陣地だからね。FF はされたくないし。ここで味方がフラッグゲット。危なげないゲームでしたね。というわけで、パラドックス定例会でした。森林フィールドとして、非常に完成された作りで楽しかったですね。この日は人数少なかったので、フィールドの上下を区切る形が多かったですが、人数が集まれば、フルフィールドで戦う機会が多いと思います。難点はこの高低差ですね。これが非常に高く、2、3回の往復でかなり足腰にきます。このフィールドは樹木も多いので、軽装がいいかもしれませんね。関係ないんですが、オープニングを現在制作中です。そこで質問、オープニングで1分使っていいですか。その分動画も伸ばします。出来次第とも言えるかもしれませんが、まあまだ少し先の話ですね。いい曲見つけたからぜひ使いたいそうです。まあ今回はそんなところで、ご視聴ありがとうございました。